はい、ゾインパートナーズの森です。今回はですね、針葉樹のやってはいけない切り方というね、お話をいたします。写真がね、もう早速出ていると思うんですけれども、貝塚いぶきというね、木という感じですね。貝塚いぶきという針葉樹なんですけれども、貝塚いぶきね、ヒノキ科白芯属の小香木というような感じですね。枝がですね、こう巻き上がるように伸びていくというのはね、特徴なんですよね。こうぐーっとね、巻き上がるんですよね。千葉県だとね、結構植わっててですね、こう海岸沿いにね、結構植わっててね、巻き上がるようにね、伸びてそのままにしているというようなね、ところも結構見ます。排気ガスだったりとか、潮風に強くてですね、公園とかに植えてあることがね、よくあり、木というような感じですね。梨の産地にはですね、植えてはいけないよというようなね、条例も存在している木になっておりますね。ちょうどね、千葉県、やっぱりね、ふなっしーがね、いますんでね、梨をね、いっぱい作ってるんですよ。千葉県もね、複数の市でこの条例があるというような感じですね。赤星病という病気を媒介してしまうから、近くにね、植えちゃいけませんよ、というようなね、感じになっていると。で、そんな貝塚いぶきの切っちゃいけない、まあ、貝塚いぶきに限らずですね、針葉樹のですね、切っちゃいけない切り方なんですけれども、もうずっとね、こう写真出てると思うんですけれども、これ丸の部分、やってはいけないことはですね、赤の丸で囲った部分、こんな感じで切ってはいけませんよ、というところね、赤の丸で切られて、囲まれております。葉っぱがですね、ない部分で切ってしまっているというような感じなんですよね。葉っぱがね、ないところで切っちゃってる。切った後にですね、枝と葉っぱがこう残っていればいいんですけれども、この赤でね、丸囲まれているところは、枝も葉っぱもね、残っていないよという風なね、感じになってしまいます。こういう風になっちゃうとね、そこのね、切られた枝からですね、新しい芽がこうやって出てくることもなくですね、枯れていっちゃうということがね、結構普通にあるという風な感じですね。これ、貝塚いぶきに限らずですね、基本的に針葉樹はですね、まあ、ほとんどこういう感じになってますんで、針葉樹、まあ、例えば松だったり、ヒマラヤ杉だったりね、コニファー類もそうですね、貝塚いぶきもそうですし、まあ、いろんな種類ね、針葉樹ありますんで、それでね、葉っぱが残らないところで絶対ね、切っちゃいけませんよというようなね、感じになっております。まあ、写真のようにね、赤丸の部分で切ってしまうとですね、当分元に戻らないと。当分っていうのはですね、もう枝からね、葉っぱも出てこなくてね、新しい枝も出てこないんでね、他のね、出てるところがこう、なんとなく伸びてですね、こうなるっていう確率が高いんですよね。まあ、ちょうどね、この真ん中付近のね、丸二つあるところのね、近くに葉っぱこう出てるんで、あれがね、生きればですね、ぐーっと伸びていくという風な感じにはなるんですけれども、切られた部分の葉っぱはね、残ってないんでね、そこの枝は枯れてっちゃうんじゃないかなというような感じです。まあ、強くね、切る場合にはですね、十分に注意をするという必要がありますね。これちょっとですね、ご要望でですね、切った時はですね、家からね、こうフェンスがあってね、そこからね、結構こう、せり出してたんですよね。で、通るのにね、邪魔だから、まあ、見た目悪くても、枝がね、そういう風に枯れちゃったとしても、いいです、とにかく切ってくださいっていうような感じでね、切らせていただいたという風な感じですね。まあね、納得していただいてやってますんでね。まあこれね、知らずにやっちゃうとね、取り返しつかなくてね、元に戻るのにかなり時間かかっちゃうという風な感じになりますんでね、十分に注意していただきたいというような感じです。あとはですね、貝塚いぶきの場合にはですね、刈り込んで、しまうとですね、葉っぱの部分がですね、こう茶色くね、変色しちゃうよというのがね、結構あります。これ、他のね、針葉樹とかでもまああったりする現象なんですけれども、もうある程度はね、しょうがないのかなと思います。綺麗にね、こう、ビチーっとね、刈り込まれてるのもね、刈り込んだちょっとの間はね、いいんですけれども、その後ね、時間が経つとね、そこがこう、茶色くね、変色していっちゃって、ちょっと見た目がね、悪くなっちゃうよというような感じがありますね。まあある程度はね、しょうがないのかなと思うんですけれども、これ嫌だよという方はですね、茶色く変色しないように切るための方法もあってですね、それはですね、こう、一枝ずつね、こう伸びてったやつをですね、伸びたところだけ切る、伸びたところだけ切る、伸びたところだけ切るというような感じでね、こうなんとなくこう、モコモコモコっていう風にね、なったままにさせとくと、もうピチーってこうね、刈り込まれてるんじゃなくて、なんとなくこう、モコモコモコってなったような感じにしておくというような感じのね、やり方もあります。先ほどもですね、少しね、言ったんですけれども、枝がですね、こう巻き上がるようにね、こうぐーっと伸びてね、ビューン、ピューンみたいな感じで伸びますんで、それをね、こう一つずつ切っていくというふうなね、やり方でも大丈夫というような感じですね。このやり方をするとですね、なんかね、緑色のね、葉っぱがこう、茶色くね、なるっていうこともなくて、作業自体もね、結構もう本当にね、何本かこう、パン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 って切るだけなんで、楽と。
ぴっちりやった方がね、ぴっちりやる分大変なんでね、まあ楽な方がね、いいのかなというところもありますんで、もこもこしてね、貝塚独特のね、その風合いも楽しめるっていうところもありますんでね、作業も早く済みますし、まあそちらの方でもいいのかなというような感じになっております。というような感じでね、今回は、針葉樹全般の話と貝塚いぶきのお話をしております。チャンネル登録まだですよという方いらっしゃいましたら、ぜひともチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ということで本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。